みんなもう武器を持ってるんだ。この武器を使い続ける。違ったら時計を直す。時計をみんなでもう一回巻き戻す。ボール見てて、遅いだけボール見てて、今見てやったことやってみろって思った。それをしっかり自分でこの中で見つけてくるんだ。武器っていうのも確認する。それからあとはそれによって自分を高めていく。いいかな。この武器の認識ね、これも全部つながることだけども、やっぱり一度で止めるっていうこと、俺たちの言ってる止めるの定義、止めるでもない運ぶでもない、そこのところで相手がそこにプレッシャーをかけてくる。これは自分たちのせい。いいかな。相手がそこにある。自分たちがそこでしっかり止めてない、だから相手は来る。しかも運んでもない、だから相手は来る。でもう一個は時間を作るために流さない、ボールを流さない。なぜかというと流すということは逆に言うと相手を呼び込むことでもあるし、自分の意思は制限されてくるんだ。ここの瞬間の時間は作れたとしても、それは結局時間はすぐ返ってくる。そこのところ流さない。それからあとは相手ボール方向、ね、ここがやっぱりすぐ忘れちゃう、横になっちゃうな。だからとにかくこう止めろ、もっともっと徹底的にみんな頭の中入れて全てのトレーニングでやってほしい。相手が逃げるとどうなるかって言ったら、相手はそのままの勢いでどんどん相手の矢印が大きくなる。とにかくしっかり止める技術で相手を止める。そうするとここに時間と意思ができる。自分たちが何をするか、相手を止めて、でその中で発想をどんどん作っていく。であと今度距離な、最短最速、これと長いボールを使うのは違うと、ね、一番前を常に意識しておく。相手センターバックを常に意識しておく。その中で技術を使うから、それが一つが一発でいく長いボールもある、ね、だけど全部長いボールを使うってことではない。最短最速を選ぶ。そのためには前方向にもっともっとたくさんのコースを作んなきゃいけない。前方向にもっともっとみんなボールを運ばなきゃいけない。そこのところ、これをね、書き違えないように、長いボールばっか使ってて相手にボールを渡したらどうなるかって、相手の意思になっちゃう。そうすると自分たちのボールは友達のはずが、今度は捉えることが怖くなくて爆弾のように逃げ出す。そうすると俺たちの意思はなくなる。であとはその中でも大事なのがフリーの定義。出して寄る、出して寄るっていうのはどういうことかって、出してただ寄るんじゃない。もう出す時にはその先の発想も決まってるんだって。その連続だって、俺が一回ボール触ったらずっと触りたい、ずっと触ってゴールまで行きたい。みんなそうなってほしい。そうすると出して寄るんじゃなくて、もう次のことが決まってる。どん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 発想が出てくる、ね、あるいは発想があるから出して寄ることがより効果を生んでくる。で動きを作り続ける。やっぱり遅いよな、ものすごく遅い。どこに仕掛けるか、やっぱり一番は相手の最終ラインに仕掛けなきゃいけない。それからやっぱりボールを見てたり、ね、あるいはまだ味方を見てたり、ここのところボールを見るよりもやっぱり相手に仕掛ける。相手にどんどん仕掛ける。動きで仕掛けるだけで相手は変わるから。で背中に入って、背中をまず入る、背中に入って、それから背中を作る相手を。そこから今度は相手を自由に動かすんだって、自分たち。ここのところをもっともっと早くする。いいかな。正確にするってことか。これをしっかりやっていく。でここな、こう広さが時間を作るのではない。広いと場所と時間ができるようになってる。でも逆に言うと、それは孤立することでもある。一番大事なことは、広さをもちろん使ってもいい。
間を作るために何するかって言ったら、時間を自分たちの時間な、自分たちの時間を作るって考え方。だからみんながつながった時って全然相手はついてこない、取れない。だけど自分たちの時間じゃない時は相手の時間にもなってる。だからつながりが時間を、時間と方法を作るってことね。だからいつも言ってる、全員が受ける場所、受けられない場所、50メートル先で受けられるなり受けられない場所に行っちゃダメだよ。でこれがいつも通り、いつも通り、みんなも武器を持ってるんです、ね、自分たちの大きさ、自分たちの時間、これを持ってる。この武器を使い続ける。違ったら時計を直す、時計をみんなでもう一回巻き戻す。ちゃんと自分たちの時間でやれるように、で定義を使ってその基準をどんどん上げていく、ね、今こっちに入ってる。だから定義忘れるな、ね、この中の技術の正確なものを忘れるな。でそれでしっかり自分を高めていく。トレーニングの中でも全てのトレーニングね、楽しんでいい、楽しんでいいけど全てのところで高めてほしい。で今日は、外出てウォーミングアップ、それからステップを短めにやって、でボール回しで、ちょっと大きめのゲームとミニゲームやって終わります。最後質問してもいいですか。背中を取るっていう一発です。そうそうそう、背中を取る。相手選手の背中を向けさせるんですか、それとも背中側に狙っていくんですか。背中を作るっていうのもそうだし、背中側に立つのもそうだし、背中は何もできないからね、抵抗できないから、だからそういう言葉をしてるだけで、本当に厳密に言うと背中だけではないんだ。でもそれは俺らの中でそういう表現してるだけです。上手い選手はそのいつ何をするかが明確なの。だからサッカー選手って360度っていうじゃん。360度見てやる選手は何も見えない選手、こうしてる選手はこうしてる選手、360度ある中で選ぶんだ、自分がどこを今見るのか。そう、それができる選手が速い選手と上手い選手、それを見つけるのがサッカー。なるほど。相手とやるってこと、相手とやる。ミスで止まるなって、続けろってしっかり。はい、よし、いいから、この中で見つけんだって。なんだ、中村、しっかり止める。アンドレ、しっかり仕掛ける。ボール見てる。今ミーティングやったことやってみろって思うと。それをしっかり自分でこの中で技術つけていくんだ。な、もったいねえこの時間が。いいか、プレー意識で変わるからな。そこ忘れないように、それを続けて続けていったらもう無意識になってくる。だからそこのとこもっともっと意識しろって。もっと丁寧にできる。丁寧だったら早いじゃん、お前ら。Thank you.
優勝というのは、ね、いろんなものを試している時なんで、そういう意味ではいろんな選手がここの試合で、ね、ずっと出れたこと、それからその中でやっぱ時間というのがやっぱり同じ時計を持たなきゃいけないので、同じ時計を、ね、みんなが持つ意識ができたことが、この今までの大会では良かったと思います。やっぱり成長しなきゃいけないので、一つずつ自分たちがやれることを増やしていく、それからやれることが増えていくとまた変化していくんでね、そうするとまた選手の中も変わっていくんで、そこのところで、まあ、ずっと多分1年それに続いていくと思います、はい、写真撮ります、皆さん来てください。撮ってます？はい、はい、じゃあ今日から、南葛 FC の、選手たちのインタビューを、まあ、自己紹介などを撮っていきたいと思います。担当します森山です、お願いします。せっかくなんでもうみんないっぱいいるんで行ってみましょうか。ちょっともう一回やめちゃう。ちょっともう一回やりますか。じゃあ用意、はい、撮ってんですか。あ、じゃあせっかくなんでみんないるからインタビューしていきましょう。行きましょう。どうですか今の。あっちにブラジル人組がいるけど、まあ、こっちから行きますか。いつから YouTube です。 YouTube です。あのうつくんの生い立ちを根掘り葉掘り聞きたいなと思って。この状態で、うん、そうでしょ。始まりました翔介の部屋でございます。第1弾は中林選手に来ていただきました。うつくんは去年入りました。正解、ありがとうございます。うつくんってみんなからうつって言われてるじゃないですか。その名前の由来って何ですか。まずなんか都数の時代に結構、はい、もう10年以上前、はい、先輩に、まあ、新海に結構いじられるじゃん。そうですね、そうですね。いじられます。でも九州だったから、はい、もう真っ黒に日焼けしてて、あで今以上には黒くて、はい、でなんかタイガーウッズ、お前タイガーウッズやみたいな、はい、タイガーウッズが新聞の一面の新聞見せられたんですか。これこう見て、こう見て先輩ウッズみたいな感じになって、はい、ノリになって、はい、もうそっからウッズウッズみたいに呼ばれるようになって、はい、それからもう人間的ですけど、ウッズくんの魅力はもう人間性、人間性ですね。もうぶっちゃけだってもう本当にすごいチームを歩き渡ってきている選手で、まあ、僕も知ってましたし、宇津くんが南葛入る前にその選手がもうこの大卒1年目、2年目、3年目っていう、まあ、プロ経験してない僕たちにも超フランクに話してくれるし、もうそれしかもアドバイスとかも毎回くれるから、もうその人間性っていうのはもう素晴らしい。ありがとう。本当そうです。いや本当そうだよ、本当そうです。武器はシュートストップ。まあそうだね、そこがなくなったらやめるかな。そんなこと聞きたくない。やめるなんて聞きたくない。そうだね、はい、そこは自信持ってやってます。ありがとうございます。はい、アンドレ選手に来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。もう誰しもが見て分かる通りイケメン。アメリカっす。アメリカ。じゃあ英語喋るの。英語喋ります。かっこいいね。 Nice to meet you. Nice to meet you. でも俺のアンドレ思うとこはこいつ決めるんですよ、うん、練習中で。でも、もう今度紅白戦とか毎試合、毎日毎日紅白戦最後にいるんですけど、絶対決めるんですよ、1点は必ず。そこはすごいなって思うんです。やっぱその得点嗅覚。自分の中での目標は毎試合っていうか、まあ、毎日毎日1点は絶対取るみたいなっていう、まあ、目標があるんで。ライバル、良きライバル、うん、だけどもまあ多分どの業界も一緒だと思うんですけど、やっぱサッカーはもうプレー中はプレー中、もう外出ちゃえばもう友達みたいな感じなんで、それは多分スポーツの魅力だね。スポーツの良さっていう感じだと思います。デビー撮影中だから帰る帰る。運ぶなら運ぶで体と一緒だな。体と一緒にボールが動くように。いけないなと思ったら止めてから進めばいい。正確にやるってことは、あやさんがそれ本当徹底的にみんなが正確にやってる。